い、皆さんこんばんは。スカイゲーミングの M です。今日はアストラルチェーン 12-6 送り出します。忘れてないですよ。これね、アストラルチェーンさんはね、秘蔵っ子なんでね、取っといてあるんです。何のために？あのほら、編集間に合わないときにね出そうかなと。ダメですか？クエね、まだね、いっぱいあるんでね、取っといてんのがね、隠し玉ですよ。じゃあよし、行きますか。何でしたっけ？もうすっかりね、お正月からだいぶ経ってるんでね。これ何しに来たんですか？食いしに。そりゃそうですね。すっかり忘れちゃってましたね。あ、忘れたんじゃないです。取っといたんです。この日のために。なんすか、この日ってね。まあ、とりあえずね、じゃあね、ちゃちゃっとクエの方をね、やっていきたいと思います。これで撮ったの最後でしたっけ？アストラチェーンまだありましたっけ？急にね、あの操作がね下手になったら、ああ久しぶりにやってんだなと思っていただければね。まだ大丈夫でしたっけ？あと何かあんのかな？出し忘れじゃないですよ。出し惜しみです。ええ、なんか落ち着きますね。アストラルチェーンが一番なんでか知らないですけど楽ですね、話しててもね、雑談できるし。雑談しないのかって、それはね、ちょっとたまにだから見たくなりません？そんなことないですか？ちょっとね、見ようかなと。しませんよ、雑談。まだまだ2分ですよ。3分か、これからですからね。やろうとしてません？ジャストレギオン、ジャストレギオン、絶対そうだと思って今喋ってないからね。仕事させようとね。本当いい人ですね。じゃあ次行きましょう。次ね、この間ね、前回でしたっけ？もうアロいいです。お墓みたいなスキル取ってね、これね、そこまででしたね。なんだろう、動きが早いから好きなのかな、これね。何の話？いやほら、いろんなゲームやってるんでね。なんだろう、落ち着く。楽。
もうちょいでね、コードベインもね終わりそうなんで、何やろうか悩んでんですよね今ね。あまりやりたいゲームがねいっぱいあるんですよ。間違えました。やりたいゲームがありすぎて、何をやればいいかが悩んでると、そういうことにねなってるんですよ。はい。なんかそれうまく使えるようになったじゃないですかね。いい感じにグラビティでまとめてからの飛ばね。でも結局ほらほら、今度ね、あ、全然雑談じゃないですけど、ゲームの話ですけど、アストラルチェーンを作ったねプラチナゲームスさんから、あのスクエアさんとね組んでね、今度はファンタジーもののねこういうアクションゲームが出ると。なんだっけな名前、バビロンフォール違ったかな。それもねちょっとね期待してるんですけど、違うんですよ本当にね。悩んでて次何やろうかなって。まあ僕はなんかホラー系やろうかなと思ってるんですけど、スカイ君がねちゃんと腰を据えて、添えてか、据えてだね、腰を据えてできるねゲームを何か探してこなきゃなと思ってるんですけど、こういうゲームがね今出てないんですよね新しくはね。ペルソナやります。ペルソナってでも無双系だからね、無双系だとちょっとねイメージが何のスカイ君のイメージが壊れちゃうんでね、壊れないか。なんか無双系よりこういう、しょうがない、じゃあプラチナゲームのあれやります、古いのちょっと前のプラチナさん面白いですもんね。面白いっつかやりやすいですよねアクションがね。でもねプラチナさんの古いのってなると、何でしたっけ、ビオネッタとかですよね。あとライデンが出てくるやつ何でしたっけ、ロボット忍者の、ちょっとあれも古いですもんね。でもねビオネッタの 1,2 はスイッチで出るんだか出たんだかの話ですよ最近のね。どうしますか、悩みますよね。それかもう全く関係ないアドベンチャーゲームとかねやってみますスカイ君がやる必要がないやつね、僕でも字読めばできるみたいなね。なんかねこういうのないですかね、逆にいいのがあればね。知らないだけなのかも知らないんですけど、一応調べてるんですけどねちょっと出てこないですよね。このままじゃねキングダムハーツになってしまってね。クリアしました、 S プラス。すいません、あのクエストの名前ね見てなかったっす。何かのクエストクリアしました見てこなかったですね最初ね。じゃあ次行きますか。お疲れ様。お疲れ様です。
ケースメニュー7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、間違えたかな、ハーモニースクエア初級16ですね。まだまだありそう。今度ね、名前見てきたんで、始まるときバッチリ言いますよ。本当にね、ふざけてないですよ。来た、初級ハーモニースクエア。さて、行きますか。あ、すいません、さてじゃないね、よしだったな。そんな段取りもね。お、投げなさいと言わんばかりのドラム缶がね。投げましょう投げましょう。はい、当たり。だんだん激しくなってきますね。でもね、でもまだ初級なんですよね、これね。これ中級上級ってクエストあるんですかね、もしかしてね。じゃあこれでいいか、メイン戻しておきましょうかね、これにね。反応がいい今んとこね。どうしました。いいんですよ、これはね、こういうクエなんで、もう敵を倒すのを見ると、そんな感じですよ。だからもうね、スカイ君の技術力がね、試される動画ですよ。思う存分やってください、死なない程度にね。あとはアロのジャストレギオン使わない程度にね、やっていただければ。大丈夫ですよ、やっててください。なんすかね、黙ってるとまずいですか。いや、見てるんですよ、すごいなと思って。敵さんのね、攻撃がね、それを喋れって。それ喋っといた方がいいですか。いやー、すごいですね、今日の敵さんは、ね、バンバン飛んでますよ。何の話ですか。雑談します。これ通常戦闘ですか。通常戦闘、通常クエストね。じゃあね、あの話を、ほら今次のね、ゲームを悩んでるって言ったじゃないですか。でね、僕ね、知らなかったんですけど、プレイステーション4でね、あのクラシックゲームっていうのかな、昔のゲームがね、今なんかセールでね、400円ぐらいで1個売ってるんですよ。それをね、見てたらね、なんか急に懐かしい、本当にね、80年代から90年代のね、あのゲームがね、いっぱいあるんですよ。それ見てて、こんなゲームあったっけなっていうのもあってね、ちょっとレトロゲームいいなと思ったんですけど、思ったんですけどね、よくよく考えたら見る人いないよなと思って。知ってます、あのあったのがね、ツインビーとかグラディウスとか、知らないでしょ、サラマンダー。昔ね、ゲームセンターであったんですよ。
危機開会とかね、全部知らない。あ、知らないかな。悪魔城とか知ってます？ドラキュラ。知らない。なるほどね、やっぱそういう世代なんですね。昔はね、駄菓子屋っていうのがあってね、今ないでしょ駄菓子屋って。お菓子をね100円ぐらい持って買いに行くんですよ。でそこにね10円とか20円でねできるアーケードゲームかな、まあ、ゲームセンターにあるやつね、それがあって、で子供だからほら100円持ってってね両替してもらって、その10円20円のゲームをねずっとやってた記憶があってね。ゼビウスとか知りません？知らない。パックマンは？パックマン知ってます？パックマン有名ですもんね、あれはね、ゲーム以外でもね。ああいうのはね10円とかでできたんですよ、駄菓子屋さん行くと。今も駄菓子屋がほら駅ビルとかね、ああいうとこに本当駄菓子コーナーがあるような感じだけなんでね。昔って違うんですよ、駄菓子屋さんってもんじゃ焼きとかね、お好み焼きが、東京の方はねそういう奥にね座敷があって、おばちゃんがいてね食べれると、自分で焼いてね。もんじゃ焼きなんかよく出てましたよ。でお店で売ってるねベビースターラーメンをね買ってきて、そこに入れるとソースかけてね。東京だけかな、わかんないけど、そんなね駄菓子屋さん結構ね 2,3 軒あったんですよ昔はね。そこでだからゲームやってたようなやつがね今そのプレステであって、あとファミコン世代のね懐かしいゲームね。スカイ君はファミコン知らないですよね。スーパーファミコンも知らないですね多分ね。その後ね、なんだっけな、PC エンジン、セガサターン、そんな感じかな。で、ドリームキャストに、任天堂キューブ、64かな。そんな感じですよね。スカイプも思いっきりプレステ3、2ぐらいですよね、世代がね、多分ね。だからね、すごいんですよ、ゲームの進化って。本当そう思います。今のこのゲームを20年前に持ってってあげたいぐらいですよ。多分みんな引きますよ、なんだこれっつって。今ゲームセンター自体もないですもんね、数がね。昔なんかもう駅前行きゃゲームセンター山ほどありましたけどね、ないですよねゲームセンターがね。アミューズメント的なね、ほらボーリング場と一緒とか、カラオケと一緒とかね、あんな感じでメダルゲームがあって、ちょっとゲームがあるくらいのね感じですよね。昔ね、僕ね感動したの話してていいですか？いいのか。セガがね、セガって会社がね、まだセガだった頃、意味わかんないでしょ。今セガとどっかくっついてますよね。昔ってね、ゲーム会社は今だいぶ合併してますよ。スクエア・エニックス、これもね昔はスクエアっていう会社とエニックスって会社がくっついてるんですよ。ドラゴンクエストの会社とファイナルファンタジーの会社、昔はライバルだったんですよ。あとバンダイナムコ、これもねバンダイさんとナムコさんがくっついたゲーム会社だね。そうなんですよ、知らないでしょ多分ね、くっついてること自体はね。で他にも合併した会社いっぱいあってね、ゲーム会社でね、あとどこだっけな、光栄テクモさんとか、あれも光栄って会社とね、テクモさんって会社ですよね元々がね。あとね昔あったのハドソンって会社がね、あれはもうコナミに吸収されちゃったかな、こんな感じですよね。
なんでそんなこと知ってんのかって、なんででしょうね、好きなんでしょうね、そういうねニュースがね。昔ね、僕ね、大田区の羽田に住んでたことがあってね、そこの羽田の大鳥居という駅にね、セガの本社があったんですよ。セガの会社のね、合併される前のね。でそこにね、当時ね、セガのゲームセンターの機械でね、なんだっけな、アフターバーナーっていうね、機械が、機械っていうのかな、もうね、当時だとね、画期的な戦闘機のゲームなんですけど、300円ぐらいかな、結構その当時じゃ高いんですけど、お金を入れるとね、座って要はディズニーランドのスターツアーズみたいにね、動くんですよ、機体が。それでパイロットの操縦桿みたいのついててね、そういったゲームがね流行ってた時期があってね、まあ、いつもそれ乗りに行ってましたね。セガのね本社までやれるんですよ、それ。そのお知り合いがねいてね、タダでやらせてもらえるってね、子供の時にね。そんでずっと入り浸りでしたね、そこに。子供の時やってましたよ、それ。セガさんもね、ドリームキャストぐらいからねちょっとダメになっちゃった。ダメっていうかね、売れなかったんですよね、本体がね。セガサターンぐらいまではいい勝負してたんですよ、プレステさんとね。その後のドリームキャストで失敗して、そんな感じでしたね、イメージ的には。だってひどいんですよ、ひどいって言っちゃいけないですけど、本体出しておいてソフトが1個か2個しかないみたいな。そんな感じがね、セガさんはね続いてたんですよ。あそこの会社はね、もうね、職人気質の会社でね、すごいいい本体を出すんですけど、ソフトがない、そんな感じだったんですよね。でプレイステーションの方が性能は下だったんですよ、当時初代ね。なんですがプレイステーションさんはね、やっぱソニーの力ですよね。協力会社いっぱいいて、ソフトをね充実させてからの機体販売になったんでね、そこでもう差がついちゃって、そんなねことがね、僕は経験してるんでね、リアルタイムでね。ゲーム業界も大変ですよ、本当にね、今時期になると。潰れた会社本当いっぱいありますよ、ジャレコとか知らないでしょ。あとね、データイーストさん、あと一番大きかったのは SNK かな、ネオジオっていう本体出されててね、あれはゲームは今も残ってますよ。だから画廊伝説とかテリーとか、そうそうそう、あれが潰れたんですよ、キングオブファイターとかね。でそのゲームが今プレステのアーケードなんとかってね、その古いゲームの400円で買える、800円かな、今はサービスで400円ですけどね、にあったんでね、ちょっと懐かしいなと。 SNK さん、ネオジオって本体があったんですよ、僕持ってましたね、格闘ゲーム好きでね、昔ね。あそこが潰れたのが一番でも大きかったのかな。 SNK さんってね、会社ね、その格闘ゲームばっか出してたんですよ、その当時のね、ガロー伝説、キングオブファイター、あとサムライスピリッツ、あとなんだっけな、あと初代のやつか、名前出てこないですけど。でそれで人気が出て、自分のところで本体をね、ネオジオっていうのを出して、真っ黒いやつね。それでアミューズメント事業とかねしてて、それが失敗して倒産したと。何の話、脅威の殲滅クリア。またくだらないね、雑談しちゃいましたね。じゃあもう一個ぐらいいけるかな。今24分5分。最近ね、
時間ばっか気にしてね。身に入ってないとね、ダメですね。じゃあいきますかね、もう一個ね。3個ぐらいずつやらないとね、終わんないですよね、これね。お疲れ様。お疲れ様です。17個目確かね。お、ボスですね、アークモール。じゃあいきますか。よし、行きますか。あれ、あの方いるじゃないですか。あの方ジェナさん、これジェナさんじゃないですか。違うのかな。開始早々走ってきた人、あれ誰かいませんでした。倒しちゃったなんかジェナさんっぽかったような気がするんですけど、のせいかな。じゃあお手手縛って、ほらほら、いるいる。これジェナさんじゃないですか。ほらねえ、こんなとこにも出ていただいてると。この人いい人だったんでね、あんまり倒したくないんですけど違うな、これ前やったボスとちょっと形が、絵が違う、少しね、ちょっと違いますよね。一緒か、覚えてないだけ。失礼しました。とりあえずジェナ行きます。まとめてやっときます。危ない、ちょっと真剣に見させてくださいどっちを狙ってます？でかい方、でかい方先やってんだ。いやジェナ先の方がいいのかなと思ってたんだ。でもでかい方もうちょいですね。お、広いやつ、看板。逃げた先にね、看板拾おうとしてたから見てなかったと。はいはい、看板看板ありますよ。
無理やり倒しちゃいます。もうちょいなんですよね、このでかいのがね。ホモンクルス違いましたっけ。いけるかな。あとはジェナのみ。これで少しはね楽になりましたね。かっこいい。こんな感じでしたっけ、ジェナさんって。やっぱ全然この次のパターンの方が記憶にねあるんで。これチェンジする前ですよね、あのアキラさんとね、アキラさんが刺された時かのジェナさんかな。まあゴリ押しでねいけるかな、オラオラで。脅威の殲滅クリア、プレミアムやっといただいた。ってことはまたスキル増えるかな。今度は何かなね、いいのだといいね。いや、あの前回のがダメとかね、そういうことではなくてね。さて戻って、今日は終わりと。お疲れ様。そうですね、じゃあまた次回。早めに出します、ごめんなさい。ということでまたお送りしますのでよろしくお願いします。またよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。スカイゲーミングのエムとスカイがお送りしました。バイバイ。